法女長です。今日は TikTok のライフハック動画検証第3弾やっていきたいと思います。で、今回は料理系に絞っていくつか美味しそうな動画を見つけてきたので、それが本当にできるのかできないのか実際に試してみたいと思います。それではやっていきましょう。それではまず一つ目、こちらやってみたいと思います。これすっごく美味しそうだと思って、マカロニにチーズをたっぷり混ぜて、ホットサンドメーカーのワッフルのやつ、それにもう挟んで出来上がりっていうやつです。これがめっちゃ美味しそうと思ってやってみたいと思います。すごくない？今までホットサンドメーカーをこういう使い方しようと思ったことがなかったので、ホットサンドメーカーを使った食べ物の幅が広がるなと思いましたので、実際にやってみたいと思います。茹で上がったペンネにチーズ入れていきます。どれぐらい入れるのかわかんないので、まあ適当にドバッと贅沢に入れていきます。これで混ぜて混ぜて、めっちゃ美味しそう。これだけで美味しそうなんですけど、混ぜ終わったやつをこのワッフルみたいなやつのところに入れていきます。お、めっちゃいい香りがする。これで混ぜます。待ってみます。ということで、いい感じで多分焼けてると思うので開けていきたいと思います。いきますよ、せーの、パパパーン。あ、めっちゃひっついてるっぽい。おお、おー、待って、なんか違う一応焦げ目がついてて美味しそうな、美味しそう、美味しそうっちゃ美味しそう。いただきます。チーズがカリカリっとしてて美味しいです。茹でたマカロニにチーズたっぷり入れていきます。動画見る限りかなりの量チーズ入っていたので、これでもかっていうぐらいちょっと多めに入れておきます。おお、めっちゃ湯気出てるんですけど、ちょっと開けてみます。ポン、え、全然違うものになってて、待って待って。続いて2つ目やっていきたいと思います。今回は私の大好きなオレオを使った TikTok ライフハックというか料理動画、料理レシピ、オレオをミキサーに牛乳と一緒に入れて混ぜて、ベーキングパウダーも一緒に混ぜて、こんな感じの種にして、あとはそれをフライパンで流して蒸し焼きするっていう、たったこれだけなんですけどね、めっちゃ美味しそうなスイーツになってるんですよ。しかも私の大好きなオレオだから絶対美味しいと思って、美味しそうじゃないですかこちら実際にやってみたいと思います。まずオレオの代わりに、何ですこのノアール、動画では30枚でやってたんですけど、15枚の半分でやっていきたいと思います。これ若干ちっちゃいので少し砕きながら、で牛乳も1カップって動画ではなってたんですけど、その半分の 100cc でやっていきます。ふくらし粉、ベーキングパウダー、これは 3g、 OK、 これで混ぜます。いい感じじゃないかな、いい感じでドロドロしてる気がします。こうやって動かすと分かるよ、分かる、あーいいね。じゃあ流し入れます。おー、めっちゃ美味しそう。これだけでも良くない？パンケーキみたいになりそう。動画ではなんかアーモンドっぽいの振りかけてたんですけど、うちはアーモンドないので、代わりにちょっと映え系のものを入れてみたいと思います。シュシュシューっと、あ、かわいい、めっちゃかわいい、これ子供とか喜びそう。アメリカン、いいんじゃない。これで蓋を閉めて焼いていきます。焼き上がりました。すっごいいい香りがしてきます。いいよ、めっちゃこれふわふわ、
見て本当にケーキみたい、ふわふわしてる、すごい蒸しパンみたいな、そんな感じかも。オレオのあの中の白いクリームの味もしっかり染みてくる、うん、ものすごくふわふわ。では続いてこちらやっていきたいと思います。パスタなんですけど、お湯にパスタを入れて茹でて、そこに着色料を入れてパスタに色がつくっていうライフハックです。これができたらなんかパーティーとかそういう特訓も使えるんじゃないかなと思いますので、実際にやってみたいと思います。ではまずパスタ茹でていきます。そして青色の着色料を入れていきます。これで12分ですね、このパスタ茹でていきます。はい、ということで茹で上がりました。こちら出していきたいと思います。結構ねいい感じだと思います。それでは出しましょう。いきます。青い、そして麺、うわーすごい、でででで、でめっちゃ映えてるかも、すごくない、こんな感じ、すごくない、めっちゃ真っ青。だしタオル、納豆っていう昨日お母さんから送られてきたやつなんですけど、こちら入れていきたいと思います。めっちゃ納豆のいい香りします。ではいただきます。お、いやすごい、こんな見事に染まると思ってなかったのでちょっとびっくり。うん、美味しいです。味はやっぱ普通にパスタです。ハロウィンとかちょっと不思議な料理作りたいっていう時とか、あとこの色だったらポケモンのモンジャラとかそういうキャラ弁とかも作れるんじゃないかと思います。で今回青を入れたんですけど、多分他の色入れても違う色に変わると思うので、キャラ弁とかでは本当に大活躍するんじゃないかと思います。よかったらこれはやってみても楽しいんじゃないかと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです。ということで、ここまで来たら続いてデザート食べたくなりますよね。ということで、こちらやってみたいと思います。これめちゃくちゃ美味しそうで、フライパンにチョコレートいっぱい敷き詰めて、マシュマロ置いてオーブンで焼いて、クッキーですくって食べるっていう、ちょっとスモアチックになるんじゃないかなと思うんですけど、私スモア大好きなので、今回こちら挑戦してみたいと思います。それではやっていきたいと思います。で、TikTok の動画ではフライパンとかにそのままチョコ敷き詰めてたんですけど、チョコレート溶かした後そのままオーブン入れるので、私の持っているフライパンだとちょっとオーブンに入らないので、まず湯煎でチョコレートを小さな器に移して溶かしていきたいと思います。こんな感じである程度溶けたら、ここにマシュマロを乗せていきます。こっちの向きの方が可愛いかな。こうしよう。あ、これ絶対美味しいやつですよね。あ、ばばば、あーマシュマロ、これでオーブンで焼いていきます。やりすぎちゃった。これは完全に私のミスです。はい、もはやこの焦げがチョコレートに見えてきて逆に美味しそうですね。味は美味しいとは思うんですけど、さすがにこの焦げ部分は取り除いてこっちの継承のところをいただきたいと思います。うわすごい、さっき音がめっちゃいい、このって感じ。うわー美味しそう、めっちゃ美味しそうですね。中からチョコレートいただきます。うん、うん、ほんとスモアのディップバージョンですね。こうやってすくってマシュマロとチョコレート、うん、美味しい。はい、これは美味しいです。焼き加減さえ間違えなければ見た目も絶対良くなって味は絶対美味しいと思います。ということで、今日は TikTok に上がっている料理系のライフワーク動画いくつかピックアップして実際にやっていってみました。もうどれも簡単に手軽にできるものなので、よかったら皆さんもやってみてはいかがでしょうか。個人的にはやっぱ最後のスモアみたいなやつ、あれが本当に美味しかったです。ただ焼き加減がね
そこですよね。あれが本当見た目も良かったらめっちゃ美味しかった。ただあれでも味は本当に美味しかったので、甘いもの好きな人はぜひぜひやってみてほしいです。オレオのやつも今回パンケーキみたいになったじゃないですか。あれも使い方によってはあれでオレオシェイクとかもいろいろできると思うので、アレンジが楽しめるんじゃないかなと思います。あのパスタの色変えるやつとかもサラベンとかに使えると思うので、実用性もあっていいんじゃないかと思いました。そんな感じです。いや TikTok 本当面白いですよねよかったら皆さんも TikTok いろいろと動画見てみるの楽しいと思います。まあ、YouTube の動画も楽しいんですけど TikTok は TikTok でいいですよね。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。